私はその専門分野じゃないからできないですって人いるけど違うんですローンチをやるからみんなエキスパートになるんですローンチをやるからその分野のエキス第一人者になるんです私はなんかその,にその分野で第一人者じゃないからできないですって人いるんですけど違うんですみんなローンチをやることでエキスパートになるんですその人がエキスパートかどうかって自分で判断することじゃないから周りの人が決めることなんですでローンチをやってこの人は素晴らしい価値提供をしてくれる人だと無料で コンテンツを提供してくれてこの人はすごく勉強になりましたと言ったらもうその人はエキスパートになるわけですよ。ローンチを通じてエキスパートになるという、ね、IT 音痴の人時々「いや私 IT 音痴です」って結構いるんですけどこれはね、まあ、やっていく中で覚えていくものなんですけど今はですね IT の知識がなくても例えば動画になってもうスマホがあれば配信できるしぶっちゃけ言ったら一番最初のシードローンチやるのに。 ランンディングページ LP なくてもできます LINE アットに登録して登録した人に対して情報発信をしていってでその人に対して Facebook ライブでライブで動画配信やっていけば別に何も言えなくて携帯電話だけあればオファーできますなんかその決済とか私あのそのなんか決済とかの用意できたないないんですとか言うしてますけど決済なくてぶっちゃけ言ったら銀行振り込んでできますあった方がいいですけどクレジットカード だから最初のステップっていうのはとにかくまずやってキャッシュを作るってことこ大事なんですね私も一番最初にネットで起用した時は何もできなかったですよ。マウスの右クリックも分かんない状態でやりましたけどやって実際にやって自分がやっていく中でいろいろ身についていきますで。今は本当に難しい IT の知識がなくても誰でも簡単にビジネスができる時代になってるんですよ。すすごく恵まれた時代にみんなです